皆さんこんにちは。シンガーソングライター、さらにはタレントとして活動していた谷村新司さん、フォークグループのアリスのリーダーというイメージも強いかもしれません。そんな谷村新司さんが10月16日に死去したことが報じられ、多くのファンに衝撃を与えました。今回はそんな谷村新司さんがもう一度歌うために戦い続けた闘病生活や子供などについてご紹介します。谷村新司さんは1948年12月11日生まれで、現在の年齢は74歳です。大阪府大阪市の出身で、1965年からミュージシャンとして活動しています。谷村新司さんはもともと音楽に興味があったわけではなかったようですが、渡り鳥シリーズでギターを弾く小林旭さんの姿を見て一念発起したようです。そして女性にモテたい一心でギターを練習し始め、やがてバンド活動も開始していきます。1965年、谷村新司さんが高校在学中に山本峰美幸さん、島津千鶴子さんとピーター・ポール・マリー・スタイルのフォークグループロックキャンディーズを結成しています。谷村新司さんはまだ高校生でしたが、このフォークグループは大阪と神戸で絶大な人気を誇り、神戸のアマチュアバンドサークルフォートジュビリーの看板グループになっていきます。その後、1968年9月、彼が20歳の時にシングル「どこかに幸せがあって」東芝レコードよりデビューします。そして1971年には唯一のアルバム「賛美歌」を発表しました。同年12月25日、谷村新司さんと堀内孝雄さんの2名でアリスを結成します。アリスはデビュー当初はヒット曲もなく、鳴かず飛ばずの状態でした。アリスの所属事務所ヤングジャパンは、何とか打開策を見出そうとソウルミュージックの帝王ジェームス・ブラウンさんを初来日させますが、当時の日本ではマイナーなアーティストだったこともあり、来日公演は不人気に終わってしまいます。こうした活動により、所属事務所のヤングジャパンは莫大な借金を背負ってしまったのです。こうした借金返済のため、グアムへのクルージングツアーを企画しますが、これも成功には至らず、さらに借金をこじらせる結果となってしまいます。さらには帰国途中に谷村新司さんが当事者となった、これら騒動までもが起こってしまうことになるのです。しかし、それでも谷村新司さんはアリスの成功を諦めませんでした。地道なライブ活動と1975年の「今はもう誰も」のヒットを契機に、「冬の稲妻」や「涙の誓い」、ジョニーの子守歌や「チャンピオン」、狂った果実などのヒット曲を連発していきます。1978年には日本人アーティストとして初めて日本武道館3日間公演を成功させるなど、一時代を築いていったのです。谷村新司さんはアリスだけでなく、並行してソロ活動も開始します。1975年、彼が27歳の時のソロアルバム「日暮らし」を皮切りに、ソロ名義でのアルバムやシングル制作、さらには他の歌手への楽曲提供していきます。中でも山口百恵さんの「いい日旅立ち」は多くの人に記憶に残っているのではないでしょうか。また1984年の女優小川智子さんとのデュエット曲「忘れていいの愛の幕切れ」でも、歌唱中に谷村新司さんが小川智子さんの胸元に手を入れるセクシーな演出でお茶の間を大いに賑わせたこともありましたね。そんな演出をした2人に実際はどんな関係なの?と多くの声が上がりました。実はこの演出を提案したのは小川智子さん自身だったそうです。彼女は若い頃から実年齢よりも大人びた雰囲気を持つ女性で、自身の色気やキャラクターを生かした演出をするため谷村新司さんにお願いしたのだそうです。そんな谷村新司さんですが、2023年3月には急性腸炎の手術を受け入院したと所属事務所が公式サイトで発表されました。所属事務所によると、谷村新司さんは当面の間入院しての療養が必要とのことでした。同年3月23日に富山県高岡市で開催予定だったイベント「心の学校」は延期が発表されました。回復に向けて闘病生活を送っていた谷村さんですが、5月には大腸に悪性腫瘍が見つかります。ステージ4で腸閉塞も見られることから、一口も物を食べることができず、栄養補給をすべて点滴で行っています。
苦しい抗がん剤治療が行われているということで、秋頃に延期されていた3月のイベントは中止、クリスマスに予定されていたコンサートも全て中止となりました。余命は1年と告げられていたのでした。家族の見舞いもなく、がらんとした病室でたった一人きりで奇跡の復活を遂げ、またメディアで歌を歌うために病気と戦っていたそうです。最後に谷村新司さんの結婚や子供などとの関係についてご紹介します。谷村新司さんは孝子さんという一般女性と結婚しています。馴れ初めまでは分かっていませんが、どうやら谷村新司さんが孝子さんさんに一目惚れし、猛アタックをした後に結婚に至ったようです。その後、息子と娘の2人の子供に恵まれます。息子は1978年生まれということが分かっていますので、現在の年齢は45歳です。また娘は1980年8月1日生まれのため43歳ということになります。実は谷村新司さんの息子は逮捕されています。谷村新司さんの息子はアートディレクターをしているようですが、2018年11月大変なことが起こりました。谷村新司さんの息子が彼の所属している事務所の女子トイレで盗撮をしていることが発覚したのです。しかも彼には余罪があったようで、過去に数回女子トイレの盗撮行為を行っていたとのことです。谷村新司さんが所属している事務所は谷村新司さんの嫁が経営していますが、息子は当然退所することになりました。この報道は大きく取り上げられましたが、なぜ偉大な谷村新司さんの息子がこうした事件を起こしてしまったのでしょうか。この息子の歪んだ性癖は谷村新司さんの性癖に大きな影響を受けていると考えられます。谷村新司さんの家に2000本近くのアダルトビデオがあることはあまりにも有名です。ファッションヘルスなどと書かれた T シャツを着てテレビに出演することもあります。また武田鉄矢さんと並ぶニューミュージック界の2大ビニ本マニアとして知られ、ビニ本専用倉庫もあり、そこに韓国の代表的な歌手であるチョ・ヨンピルを招待したこともあります。このビニ本専用倉庫のテレビ取材に訪れたお笑いタレントの野沢直子さんに対し、ハードなスカトロボンを見せつけ、あまりの気持ち悪さに嘔吐した野沢さんを見て、谷村新司さんは満面の笑みを浮かべていました。この取材は実際にテレビ放映されています。このように異常性癖を持つ谷村新司さんですが、息子は幼い頃から谷村新司さんにスカトロもののビデオを見せられて育ったと暴露しており、それが原因で自身が女性の排泄でしか興奮できなくなったとも話しています。この息子の証言がきっかけとなり、谷村新司さんは息子と絶縁しました。それがきっかけになったのかは分かりませんが、谷村新司さんは娘とも不安定な関係になっているようです。谷村新司さんの嫁は一般人女性ですが、結婚式の写真が広がり多くの人に知られています。この息子の事件のおよそ1年後に谷村新司さんは嫁と離婚していますが、原因は息子の逮捕ではなく谷村さん自身にあるようです。なんと谷村さんは新興宗教に心酔するようになっていました。谷村さんが心酔するという人物はスピリチュアルな力を有しているようですが、以前から谷村さんはそうした発言をする機会がありました。2014年の辞書谷村新司の不思議すぎる話マガジンハウスでは霊的な話が多く出てきます。代表曲スバルがプレアデス星団からのメッセージをキャッチして書いた詩とも、これには困惑したファンも多かったようですね。よく勉強もしていたようです。もともとそうした素養があった上、スピリチュアルに強い人物と知り合えばそれは仲良くなってしまうというものでしょう。その人物は関西セミナーを開けば200人は集まるほど名の知れた人物のようですが、谷村さんはこの活動を手助けするためにかなりの金額の援助を施したと言われています。家計への影響を顧みなかった谷村さんの宗教活動が離婚の原因とみて間違いないと見られています。このように息子の逮捕と自身の宗教活動により一家はバラバラになり、まさしく天涯孤独の身になってしまったのでした。いかがだったでしょうか。波乱万丈な人生を送っていた谷村新司さん、闘病生活中に音楽関係者には勉強も楽しかった、ゆくゆくは大型免許や牽引免許も取ってみたいと
未来をずっと語っていたようです。どんな状況になっても最後まで復活することしか信じず、闘病生活を送っていたといいます。毎年夏の終わりの8月末の日曜夜は日本中が口ずさんでいた24時間テレビの名曲サライ。すでに加山雄三さんも昨年限りで歌手活動を引退していて、谷村さんの死去でこの名デュエットは本当に永遠に復活しないこととなりました。一つの時代の終わりを告げる訃報でした。谷村新司さん、ご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。